禁酒しないと治りませんか。うさぎをめでるさん、40歳女性。お酒を飲むのが好きですが、メンタル治療のため禁酒しないとダメですか。ダメです。メンタルの患者さんが禁酒しないとダメかっていうのを今までも言ってるんですけど、とても重要な話題なので、あえてもう一回ね、ゼロから説明していこうと思うんですけど、皆さんメンタル疾患治りたいですか。はい。本気で治りたいですか。痛いです。じゃあお酒やめてください。嫌です。いや本気で治りたくないんだ話になっちゃうんですね。本気で治したいのであれば、ありとあらゆる努力をしないと治らないんですね。あと重要なのが、アバチャンネルでもよく言いますけども、症状固定っていうのがあって、人間ホメオスタシスっていうのがあってね、今ある状態がその人の状態になっちゃうんですね。だから調子が悪い状態が半年1年続くと、その人にとっての調子が悪い状態がその人の普通になっちゃうんで、薬飲んだりいろいろ治療しても治らなくなってくるっていう。だから時間が経てば経つほどメンタル疾患って治りづらくなってくるんですね。だから最初の本当の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月でどこまで良くしていくかってことがものすごく重要で、そこで一生懸命睡眠運動、朝散歩や禁酒なんかをしっかりとやると、薬の効果と相乗効果でスーッと治っていくわけですけども、そこで何かいろいろと夜中までゲームしたり、スマホしたり、あるいはお酒飲んだり、そうやって不規則な生活をしたり、昼夜逆転を少し直そうっていう意識もなく、昼まで毎日寝てたりっていうことを半年もするとですね、それがその人にとっての普通になってしまうんで、治らなくなってしまうんですよね。私も30年精神科医をやってますので、ものすごいたくさん患者さんを見てきました。そういった中で、ありとあらゆる治療をやって治らないという人がいたんですけども、その人たちの共通点というのは発見したんですね。あの時、それはお酒を飲んでるということです。だけど、お酒飲んでますかとか何十回も聞くんだけども、飲んでませんっていうふうに言うんだけども、飲んでたんですね。だから治らなかったんです。なので、私の経験から言いますと、そういう難治性というか、メンタル疾患が治らないというのは、3年も5年もずっと治療しても治らないということですから、その後も治らないんですけども、状態に陥る人の患者さんの共通点はお酒を飲んでるということ。30年精神科医をやってきた私の経験から導かれた法則です。お酒を飲んでも治ってる人もいるかもしれません。それは、あるいは少量のビール一杯ぐらいを飲んでって治ってる人もいるかもしれません。いるかもしれないけども、お酒を飲むと睡眠に対してものすごく悪影響を及ぼすんです。トータルの睡眠時間を短縮するっていうのと、睡眠の後半のステージというものを抑制するっていうことが、もう膨大なデータから分かってるんですね。だから、お酒を飲むと睡眠を悪化させます。逆に言うと、メンタル疾患を治すためにものすごく重要なのは、きちんと睡眠を取るということです。時間と質の両方です。ですから、お酒を飲んでる限り長時間の深い睡眠というのは取れないんです。これは精神学的にもう歴然として分かってる、膨大なデータから導かれてる歴然とした事実なわけね。なので、睡眠が悪い状態でメンタル疾患治るんですかねって言ったら、常識的には治らないんですよね。もし治ってる人がいたら奇跡だと思います。私はたまたま運が良かった。なので、私はお酒をやめた方がいいかなと思いますね。メンタル疾患本気で治したいのであれば、お酒はやめてください。良くなってから飲むのはありだと思います。その辺は主治医の先生と相談したらいいと思いますけど、症状がもうすごく良くなってきて安定してきたっていうことであれば、缶ビール1個とかねぐらい飲むのはありだと思いますけども、それはどの程度良くなってるかっていう部分にもよりますので、主治医の先生と相談したいと思いますけど、アルコール依存症ではないので、一生飲むなとまでは言いませんし、私も患者さんに言われたら、すごく良くなってきた患者さんに関しては、ビール1杯ぐらいならいいよねっていうようなね指導はしてきましたので、一生飲むなってことではなく、とりあえず良くなるまでは禁酒しないと治りませんよっていうか、治らなくなっちゃいますよってことです。あと、うつ状態におけるアルコールの効果っていうのもすごく研究されてますけど、アルコールはうつを悪化させるということが科学的に明らかになっております。動物実験でも明らかになっているし、人間でも明らかになってますね。なので、うつの患者さんとかでお酒を飲んで薬を飲んでるっていうのは治るはずがないわけですよね。うつを治す物質とうつを悪化させる物質を両方摂取したらどうなんですか。良くなるはずないですよね。これどう見ても素人が見てもね。ということで、お酒を飲んでメンタル疾患を治そうっていうのは随分と都合のいい話だなというふうに思いますので、私はメンタル疾患を本気直したいのであれば、禁酒というものが必須であるというふうに思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。